こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は私の最近の超お気に入り一軍コスメだけを使ってこんな感じでフルメイクを仕上げてみました。お気に入りすぎるコスメしか詰め込んでいない動画になります。ポイントはちょっとチラ見せ先にすると、透明感を仕込んだこのスナイデルのチークであったりとか、最近ハマってるデイクリームだったり、このめちゃめちゃ可愛いパッケージの新作のリップだったりね、今使っていますが、ギュギュッと詰め込んだもう本当に自信作の、はい、内容になっております。ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで早速いきましょう。はい、それでは早速やっていこうと思います。まずはね、ベース、これはねこの夏かなり愛用しました。じゃじゃーん、カバーマークの日中ダメージを瞬時にケアしてくれるコラーゲンを与えて守るハリ感を育むデイクリームなんですよね。美容友達たちとこうランチに行った時に激推ししてる子がいて、コスメをねすごくたくさん使っている子だったので、ちょっとこれは使わねばと思って使ったらね、めちゃめちゃ良かったんですよ。使用感としてはシルクのようなジェルクリームっていう感じですね。チュルーンとこう馴染んでくれます。美容液塗ったみたいな感じになります。では塗っていきたいと思います。もうさ、8月の後半でもう夏後半かなっていうような感じがしますが、やっぱりね結構暑い時期に使っていたアイテムもなんか紹介しきれてないまま、これ秋までいっちゃうんじゃないっていうものがさ多くて、ちょっと駆け込みでいろいろね紹介したいなと思ってます。これは本当にスキンケアみたいな感覚でタタタって塗れるので、急いでる日とかにすっごくよく使ってました。あとは崩れにくいファンデだったりとかコンシーラーを塗りたいなっていう時に、でも土台まで皮脂テカリ防止系で固めちゃうとちょっと乾燥感とか突っ張り感気になるっていう時にも、かなりねバランスが良かったので、結構大人向けデイクリーム、日焼け止め兼下地になるようなアイテムかなと思います。でそしたらドクター365のこれねトリートメントリップになるんですけれども、チューブ型になってて、これマジでよく使った。唇が本当にプルプルふっくらになって、縦じわがかなり軽減されてサラッとしてるんですよね。なので結構夏場とかマットリップ使いたいとか、アクセントになるリップ使いたいっていう日の仕込みではもちろん、かなりデイリーで使って、これはねストックで購入しております。ということでファンデーションはこちら、 RMK の新作です。これね RMK の秋コスメ、もうすぐ発売になるものだと思いますが、ラスティングジェルクリーミーファンデーションです。7月に出したデバコス20選の動画でも先走ってね、発売からかなり先走って紹介したんですけど、やっぱりこれ大好きで、これを使ってる時ね必ず褒められるんです、肌を。しかも何のファンで使ってるのっていうか、なんかさゆり今日肌の調子良くないみたいな感じの、肌自体を褒められるようなベース作りができるので、もうこれは欠かせないです。 RMK の中ではかなりカバー力が高いアイテム、一応このスタッフさん曰く一番カバー力が高いというようなアイテムになっております。カバー力が高いんですけれども、私がさちょっと前に紹介してたフローレスカバレッジの方はどっちかっていうと、クリームファンデとリキッドファンデのいいとこ取りのようなしっとり感とこっくり感、そしてカバー力があったと思うのですが、こちらはよりちょっとね軽いジェルっていう風に商品名に入っている通り、かなり軽い塗り心地なんですよね。カバー力があるのに透け感がある、地の肌が透けて見えるような感じだけど、カバーはされてるっていう、すごく不思議でとってとてもお肌が綺麗に見えるファンデーションです。今頬のとこに一回塗りしたけど結構いい感じじゃないですか。目の下のクマとかにも重ね塗りするとすごくフィットしてくれて、質感で言うと RMK さんは一応どちらかというとセミマット、マット寄りという風に歌っているのですが、今みたいにカバーマークのようなツヤ系の下地を仕込んだ後だと、やっぱ下から透ける感じがあるから程よいツヤも演出できるっていう自由自在なファンデーションです。仕上がりはこんな感じです。本当にさ、肌の調子が底上げされたかのような仕上がり、日差しがなんか照ったり照らなかったりでびっくりしちゃったんだけど、すごくね素肌っぽい仕上がりなんだけれども、しっかりとこう適度なカバー力はあって、ファンデを塗った意味はちゃんと感じられるんだけど、ファンデ嫌いな人にも使ってほしい、そんなね美肌を作ってくれる私の中では超マイブームな一軍ファンデです。でそしたらコンシーラーは、これ一軍ねずっと変わってないんですけれども、こちらじゃじゃーん、ナチュラグラス
せのスティックになります。私はね03番かなのカラーを使っていきますが、やっぱりね肌の調子が悪い時もいい時も、まあいい時は何でも肌なじみがいいと思うんですけど、すごくねお肌にこうフィットしてくれるんですよね。でやっぱり今年の夏ちょっといろいろ振り返ってみると、梅雨入る前ぐらいとか梅雨時期ぐらいとか、なんならもうちょっと前ぐらいから私すごくジンマシンがさすごかった時の動画も出したと思うんだけれども、結構ああいう肌現象を繰り返してしまっていたりだとか、お肌のコンディションがまあ今年の梅雨から夏にかけてっていうのかな、まあ、特にね安定してなかったなっていう風に思うんですよね。その中でもずっと安心して安定して使えたのはやっぱりこのナチュラグラッセのスティックのコンシーラー。調子が悪い時はもうこれをファンデ代わりにしたりとか、本当にカバーしたいところだけに使ったりもしていたし、ナチュラル系のコンシーラーの中では馴染みが良くてでもしっかりとカバー力があるっていうものだったので、これはね本当に今も一軍だし、まあこれからもねしばらく一軍でいてくれるんじゃないかなというふうに思うアイテムです。まあスティックなんですけど、直塗りっていうよりかは指で体温で馴染ませながらつけていくのが私的なおすすめです。そしたらフェイスパウダーは結構悩んだんだけど、リアルに最近よく使ってるもので言うと光源堂ですかね。パウダー結構いろいろ使ってるけど、最近肌のくすみ感、元気のなさっていうのが結構気になるので、ちょっと明るくしてくれるラベンダーカラーをチョイスすることが多々あります。持ち歩き用だともうちょっとケースがコンパクトなスナイデルのラベンダー系のカラーを持ち歩いたりするのですが、お家では光源堂のこのパウダーを使っていくことが多いです。でめっちゃサラサラにしたい時はやっぱナーズとかを使ったりするんですけど、このフェアミネラルのフェイスブラシを使って私はよくつけてます。ふわーっとつけていきます。このパウダーを塗ったらへんがちょっと明るくふわーって見えてる感じ、でもこう白く浮いてる感じじゃなくて、すごいなんだろう、このパープル感っていうのが上品なのが光源堂のこのパウダーのいいとこかなと思います。でも言ってもすっごいめっちゃサラサラになるって感じではないので、上から触ってもうちょっとだけペタつきを抑えたいなっていう時は付属のパフにとって、まぶたの上とか額に溜まりやすいとことか崩したくないところはもう一回補強する感じで、こんな感じでございます。結構お顔が明るく見えてきてると思います。最近の一軍コスメ褒められ素肌陶器肌って感じです。そしたらどうしようかな、今日はなんとなく顔の陰影を先につけたい気分なのでシェーディングいきたいと思います。最近はねこれをよく愛用してますよ。じゃじゃーん、お買い物企画で購入したビセのシェーディングです。特にここの2色を私は混ぜることが多いです。このブラシもさ結構このフェイスラインにすごくフィットしやすいし、ちょっと出先でシェーディングやり直したいなっていう時にもすごい便利だと思います。リリミューとか韓国系のも好きなんだけど、ブラシがさこのコンパクトの中にはまるものがあんまないじゃない。でもこれは一緒にさブラシも持ち歩けて、ブラシの質も付属の中ではすごくいい、柔らかくて自然なので、こっそり見せたいとこはいっぱいあるんですけど、でここのちょっと波打ってるとこの先端の部分にだけシェードつけて、ちょっとノーズのところをね作れちゃったりするから、こう結構便利で、気づいたら一軍にいた、そんなアイテムです。そしたらアイブロウはこちらです。じゃん、チビチビオールブラウンのカラーで、何がお気に入りポイントかっていうと、眉毛がすごく柔らかく見える色の組み合わせっていうところなんですよね。夏って髪をね明るくする人が多かったと思うし、私も髪を明るくしたりインナーカラー入れたりとかいろいろしてた中で、眉毛をちょっとね柔らかくふわっと髪色に馴染むように見せたいなっていう風に思っていたんですね。でその時に一番フィットするなって思ったのはこのシピシピでした。なので使っていきます。メインで使っていくのはこの真ん中のカラーをこの斜めカットのブラシにとって形を取っていきます。このアイブロウを使うようになってから、さゆりさん最近眉毛変えましたかみたいな感じでコメントでも聞かれることが多くなって、眉毛の形とか整え方をすごく変えてるわけじゃなくて、シンプルに聞かれるようになってからこのシピシピをなんか使ってたなっていう感想しかないから、もしかしたらこの質感がみんなすごく好みなのかもっていう風に思いました。垢抜け眉を作ってくれるアイテムですね。でもほぼ真ん中の色だけで描いて、こんな感じの仕上がりです。そしたらここの2色を丸っこいブラシの方に混ぜて、ちょっと全体と眉頭側に柔らかく色を入れていきます。普通のアイブロウって何回かこうやってやってるとどんどん濃くなっちゃうんだけど、あんまりね濃くなっていく感がないと
ところが、すごい眉毛苦手な人とかふわふわ仕上がりが好きな人にはかなりおすすめかもしれない。こんな感じです。そしたら、まあ、今すからは季節的にそろそろ8月の終わりだし、まあ、秋感も取り入れたいなっていうところで、こちらトーンの秋コスメで出るね、まあ、マスカラなんだけれども、ニュアンスカラー03番こんな感じになっていて、温かみのあるブラウンって感じです。これかプチプラだったらリリミューとかロマンドとかミドルコスメになるのかな、そこら辺を結構使っています。私別に髪色が今すごく暖色系ってわけじゃないんだけど、そういう人でも結構馴染みやすい。こんな感じで眉毛完成です。なんかふわっとして軽さがあって、暑い時期も全然フィットしやすい感じなんだけれども、若干の暖色系温かみがあることによって少し秋感を意識してる眉毛になってるかと思います。そしたらですね、アイシャドウに行きたいと思います。アイシャドウは最近ハマってるのは、これチップ抜いちゃったんだけれども、サナエクセルのリアルクローズシャドウの CX01 番です。一番このシリーズの中では使いやすいカラーかなというふうに思いますが、今年ね、あのリアルクローズシャドウが、まあ、リニューアルして、その中の、まあ、一色になりますね。これもねかなり使いやすかったです。これを結構メインで使っていくんだけど、私がリアルに最近よくしてるメイクで言うとね、あんまりこれ私パレット同士を組み合わせた提案って、まあ、みんなが真似しにくいかなって思ってしてなかったんだけど、ちょっと今日は一群リアルをお見せしたいなと思って紹介しますが、ジェルスチュアートの新しいねアイシャドウのシリーズありますが、こちらの03番のカラーのここの締め色のカラーだったりとかをうまく組み合わせて作るアイメイクにハマってるんですよね。せっかくだからちょっとそんな感じで仕上げていきたいと思います。あとは一群で言ったら、アイシャドウを使う前にこのセザンヌ各アイゾーンコンシーラーのなじみベージュ、これさ私の動画でも発売前から散々出てきてたと思うんですけど、相変わらずめちゃめちゃハマってるので、ちょっとこちら使っていきます。目の下のふっくら感もそうだし、くすみ感がすごくちょうどよくね明るく見えるんですよね。なのでこれをちょっとニコッと笑って涙袋ゾーンに、そんな太くなくていいです、軽めに入れていきます。でね、あの眉周りのコンシーラーとしても使えるから、結構アイゾーンメイクを地味に強化したい方にもおすすめ。こんな感じでどうかな、ちょっと目元元気になりましたよね。でこの上からアイシャドウを使っていきますよ。まずはこちらのベースのカラー、結構ね透け感キラキラっていうような感じだから、ナチュラルにつけるのが私としてはおすすめです。でもねお仕事とかでもすごい使いやすい、シーンを選ばないアイシャドウパレットかな、こんな感じで。そしたらこことここの2色を混ぜて中間色として塗っていきます。まぶた半分ぐらいかな。そういえばさ、今日のお昼カレー食べたんですよ。ちょっと出前を贅沢にしてカレーを食べたんですけど、外食とか出前でカレー食べるようになったのって私結構大人になってからで、それがすごい大人の階段登った感があるなって思ったんですよ。私お魚とかカレーって家庭で食べるものってイメージがすごいあったから、外食で食べる意味って本当に分からなかったんですよね。でもね最近やっぱり家で作るカレーと外で食べるカレーって全然本格さが違うし、もちろんインドカレーなんて言ったらさ絶対自分では作れないわけじゃない。焼き魚とかだって家でさ鮭なんて焼いて食べれるんだけど、やっぱり炭火の美味しいお店で食べる焼き魚って全然違うなっていう風にさ思って、そういう家でも当たり前に食べれるようなもので家でもまあ美味しいじゃんっていうものをあえて外食とかまあ出前みたいなものとかで食べるようになって大人になったなって思ったの。みんなは、あ自分大人になったなって思う瞬間ありましたか？最近よかったら教えてください。ということで締め色はこのエクセルでもいいんだけど、私このねジェルスチュアートの03番のここの締め色がすっごく大好きなのよ。どんなメイク服装にもよく馴染むんですよね。なのでちょっとこれを塗っていきます。締め色だけはこれを使うっていう日がすごい多いかもしれない。この03番自体ジェルの今回のアイシャドウのラインナップの中でも使いやすいと思います。まあ俗に言うパーソナルカラーで言うとイエベハルの方のカラーみたいなんですけど、まあもちろんね私はまあパーソナルカラーさ気にしていろいろ選んでないからそんな方でも結構ナチュラル派の方は使いやすいんじゃないかなって感じがします。せっかくなのでちょっとジルさんのラメもいっちゃっていいですか。このさ真ん中のラメがめっちゃ可愛いんですよ。これ前までのアイシャドウのシリーズだとこの真ん中のところがクリームのアイシャドウベースになってたと思うんですけど、この新しいシリーズはラメになってて、これをポイントで乗せるのがめっちゃ可愛いやつです。今までのシリーズもすごい好きだったけど今回のジルめっちゃ熱い。こんな感じです。
ちょっと愛され目元って感じかな。そしたらアイライナー、アイライナーはさ、あの B アイドルのペンシルのさ、アイライナーの純粋ブラウン、私めっちゃ最近の動画でずっと使ってたと思うんですけど、それをねリピートで買ってさ、 2,3 本リピートで買ったんだけど全部使い切っちゃってないから、今日使っていくのはこのエスプリークのアイライナージェルペンシルの BR300 のカラーをちょっと使っていきたいと思います。エスプリークもすごくジェルで描きやすいので、これでちょっと際を埋めていきます。そうしましたらビューラーをしてまつげを上げていきます。そしたらですね、マスカラ下地はじゃじゃん、アリちゃんのフィメルの嘘つきマスカラ下地でございます。嘘つきマスカラね、すごくバズってたと思うんですけど、それからですね下地が出て、まるでまつげパーマしてるみたいな自然なまつげの土台を作ってくれるクリアベースのマスカラ下地になってます。で、私もともとこのフィメルのさマスカラ下地すごく好きだったんだけれども、フィメルのこの下地が好きだった人は絶対に好きだと思うんだけど、これねちょっと先端を比べてみると、こっちが元々のピメルのマスカラ下地の方で、こっちがアリちゃんの嘘つきマスカラ下地の方なんだけれども、若干ね嘘つきマスカラ下地の方がコームがちょっと細めで、より繊細な動きができるようになっています。個人的には私はこっちの嘘つきマスカラ下地の方がよりまつげのホールド力がある気がして、すごくね使いやすいなと思って、しかもなんかこうクリアベースだけど固まってこう白くバリってなる感じじゃないから、これだけですっぴん風メイクとかでもいいと思うし、上からマスカラをさ塗りはぐっちゃった時とかもちょっとまつげパーマかけましたぐらい盛れる感じがすごく好きです。そしたらですね、マスカラはやっぱり私さ、このさメイベリンのスカイハイがめちゃめちゃ好きなんですよね。これ出しすぎだけど、今日は黄昏ブラウンを使っていきたいと思います。これかなり私の中でも鉄板マスカラになってます。細く長くしっかりカール、そんなまつげが好きな人におすすめ。こんな感じでアイメイク完成です。私最近こんな顔してるわっていうぐらい、自分の中ではちょっと優しめだけど漏れメイクって感じかな。ちょっとアイスティー飲みましょう。おいしい。最近さアイスティーにめちゃめちゃハマってて、おすすめのアイスティーがあったら教えてください。リップとチークとハイライトはすっごく激推しなんだけど、リップの色の方が若干しっかり出るので、リップを塗ってからチークの色を選んで合わせていきたいと思います。トーンの新作です。これパッケージめっちゃ可愛くないですか。こちらの08番のカラーを使っていこうと思いますが、天然由来成分 98% のとろけるように滑らかなリップになってるんですよね。でこれがね全10色が登場するっていうことで、まあ、これは結構無難に今の時期も使いやすいし、秋冬も使いやすいナチュラルなカラーだと思います。ちょっと、ね、適度に血色感もあるのでこれ塗っていきたいと思います。取りにくいティント密着感に飽きた、もっと軽めなスルスルって塗れるリップな気分っていう人にはもう全力でおすすめしたいです。本当に滑らか、色付きリップクリーム塗ってるんじゃないかってぐらい塗り心地は本当に軽くて超滑らかです。ちょっとだけスッキリする精油の香りがして、それもリフレッシュできるし、色持ち的にはまあティントほどもちろんいいってわけではないんですけど、それでも結構ね綺麗に持ってくれると思います。あとなんかモロモロしたり縦じわに入り込んだりとかっていうのが本当にしにくいので、最近使った中でナンバーワン快適リップで言ったら迷わずこれを選ぶと思う。こんな感じ。チークは私最近このスナイデルのねチークにめちゃめちゃハマっておりまして、こんな感じ。秋感も出したいけどまだ夏の爽やかさも残しておきたいから、この色にしようかな。03番、こんな感じの色味になってます。くすみラベンダーピンクみたいな感じのカラーなんですよね。ほぼ全体に淡く透明感を出すぐらい、かわいい。もっとねハッピー感出したかったらこう04番とか、これ使うとちょっと春っぽいかな。大人っぽさを出したいなら02とかも今日のメイクに合うと思います。ちょっとさらにこの06番のラベンダーっぽいカラーを若干上の方に乗せて重ねちゃったりして、01番がハイライトになってて、これ結構ねキラキラするので、トントントンって頬骨のところとかに置いてあげたりするとわかるかな。結構可愛いです。鼻筋に関してはもう私これほんと勝手に大使になってるセダンのミックスカラーチーク N の10番、ペールハイライト、これねマジで鼻筋ナンバーワンだから、鼻筋を自然に高く綺麗に見せたい、ヨレ感が気になるのは嫌だっていう人も絶対これ、こんな感じです。めっちゃいい感じのメイクになったんじゃないかな。これが私の最近の一群コスメを使ったメイクでございます。髪の毛とか下ろしていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで完成にしたいと思います。ピアスもつけてきました。
はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。今日はですね、私の一軍コスメ、最近のお気に入りコスメを使ってフルメイクを仕上げてみました。ということで本日のサイリクエスチョンはこちら。皆さんの最近の普段メイクで欠かせない一軍コスメがあればよろしければコメント欄にたくさんついてください。ということでこの動画を見てちょっとでもメイクモチベ上がったなと思われた方、こちらにある丸いチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。